皆さんこんにちは、アンキロン TV です。今のペアリングセットを、作ってます。もう、ぐちゃぐちゃになりかけてますね。去年 の, あのデータもちょっと確認しながらですね、まあほぼほぼもう何と何を組み合わせるかっていうのは、まあ、決まってるんですけども、まず、先ほどのツイッターにもあげたんですけども、じゃん、これは森田 GG85 ですね、はい、すごいかっこいいですねこれはね。まあ、GG85 まさに GG85 っていう感じの、個体ですね。まあ、DG よりも、アゴが長く、まあ、もともと森田ゴールドさん、本家さんね、森田ゴールドから始まってるんですけども、森田ゴールドから、ダイヤモンドゴールド、ダイヤモンドゴールドから、まあ、GG とかですねっていう形でこう確か、破水しこう流れていったと思うんですけどね。これが、モルタゴールドの中から、ね、8号っていうのが85ミリで、が出たので8号っていうだと確かそうだと思いました、はいね、これどうですか、すごいいいですよね。この顎が若干やっぱりあの DG に比べると長いかな、はい。まあ、ゴールド、元祖ゴールドから比べると、まあ、ちょっと体型が、ちょっと長めの感じのが、GG85 の特徴ではないかなというふうに思います。でこの、個体はですね、仲良くさせていただいていますキヨさんから、譲ってもらった、GG8580ミリですね。昨年はちょっと使ってないんです。で、今年、使おうというふうに思いまして、今使ってるんですけども。で、これに、かけるメスはですね、やっぱり同じく仲良くさせて、YouTube でもですね、多分皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、鯉之助さんからですね、譲ってもらった、GG85 ですね、これ50ミリ、52ミリの方ですね。これはね太いです、はい、この全鏡がすごい太くて、ね、このいいメス、すごいいいメスですよね、はい、ね、顎も太いです、ね、どちらかというと、まあ、この配合でいくと、まあ、どっちも出るのかなっていう気はするんですけども、まあ、私が狙ってるのは、まあ、太くてでかいがやっぱり、ね、狙いどこなんで、両方のねでかいのが出そうなこの8号のキヨさんからのオスと、太いのが出そうな、GG8 号の鯉之助さんからのメスですね。このメスで、でか太いのがちょっと出してみたいなというのが、今回の狙いですね、はい。まあ、こんな感じで、はい、ね、カチッとね入りました、はい。で次はですね、前にも紹介したと思うんですけども、DG 系ですね。系なんです、これは。はい、DG100% じゃないんですね。50% ですね。奈良は、旧奈良和さんの、D を含んだ、旧奈良和さん の個体で、確か DG 管理でされてた、ものですね。これすごいぺったんこなんですよ、これ、ね、もう超元気ですね、これね。これ前にも紹介したと思うんですけども、まあ、先8号にちょっと似てるんですけども、どちらかというとこうやっぱり前鏡ですね、ここが太いですね。でお尻がどうですか、これ超ちっちゃいんですよ、はい。これはね、なんかもう私もこのね、あんまり大きな 81.5 ミリなんですけども、まあこれにちょっと DG はね今年はかけたいなというふうに思ってます、はい。でこの DG にかけるのは、このメスは、これね、これちょっと DG 管理のメスなんですけども、これは同腹のメスですね。でこちら森田さんから里子してもらった幼虫を羽化させた、D ゴールド83系、ね、これ 53.1 ミリね、を使いたいというふうに思います。これゼリーね、
2日前、正確に言えば一昨日の夜な夜に交換したものなんですけども、軽く1個ですね、毎日食べちゃいます、はい、ね、でここに、ね、こいつのメスを入れます、ね、元気もりもり、ね、これがまたね、多分まあ太いなって、太くてですね、お尻長いんです。これどうですか、ね、このメス、これはね結構私的には、まあ、極上のメスなんじゃないかなと。で顎見てくださいね、この顎ね、これどうですか、これ太いですよね、短くて太いんですよね、はい、これオスだとするとやっぱり、短い顎の太いとね。でお尻が見てくださいね、こうスッといってるお尻ね、まあ、メスなんでちょっと分かりづらいかもしれないですけどね、はい、で、まあ私的にはすごいいいメスというふうに、ね、思ってます、はい、でこれを、入れますね。これはねちょっとこれも楽しみですよね、はい、はい、よし、はい、これで入りました、ね、で今あの4セット川西行ってますんで、これでまあ6セット目ですね、はい、もう全部で何セットだろう、20セット以上多分すると思うんですけども、ね、はい、これが、はい、ですね、はい、で忘れる前に、書いちゃいますね、書いてる間のものはちょっとカットさせてもらいますんでね、はい、はい、じゃあ次はですね、ねこれだね、ね、今メスを探したんですが、まずこの、PJ、KWGG10 ですね、10ライン目のやつで、これはねどっちかというとちょ長いんですよね、細くて長い、太いくはないです、あまりどちらかというとね、まあ形状的にはこんな感じ。でサイズも小ぶりです。79.8 だったかな、はい、ですね。はい、で、このただこのメスの配この配合はですね、10なんで8254ですよね。TT 川西 GG85 の秘蔵個体、8254×銚子さんですね、あ違う、8254×、TT 川西の16年01番、ですね、でこれがですね、TT 川西 86mm の、GG ですねと、同じくこれは、8254の 55.6 と。かけたメスからのこれ子になるんですよね。で、まあオスを何度かこう何年か回して使ってるんで、メスがちょっと入っあの戻しみたいな感じで入ってますね。はい。まあそんなような系統ですね。はい。わかりづらいかな。まあ8254の、TT 川西8254ですね。かける。TT 川西 G 血統と8254のメスをかけたメスですね、メスをかけたメスを親虫にして8254とかけたものですね。だからちょっと戻しが入ってるような感じですね、はい、がこの、オスです、はい、でこれに、入れる配合させるメスなんですけども、これはこっち4-1ですね。4-1っていうのが、GG100% になる。GG100、どっちも GG100% なんですけど、4-1は、TT 川西でですね、まあ、私が一番大好きだった8番血統ですね。銚子 G 血統かける森田 GG85 のオスと、同じく銚子 G 血統かける森田氏 GG85 ですね。だから 100% GG85 になるんですけども、
若干こっちの方が、血が薄くなるかなっていう感じですね、今思ってるのはね。でこのメスが、これです。はい、ね、これはすごく全胸が太いやつ、これ 52.1mm ですね。はい、全胸が結構ドボッとでかくなってる、個体ですね。はい、なんかわかるかな、はい、ね、ここがすごい太い感じです、はい、ね、これを、入れる、ね、このメスを配合させる感じですかね、はい、ね、はい、という感じです、はい。まあ、これで、川西3セット、今日のですね3セットはこれでおしまいと、ね、はい。まあ、こんな感じで、全部で、7セット目ですね、これがね、はい、っていう感じで、川西の、ペアリングセットでした。はい、以上です。アンティノン TV でした。はい、さようなら。